ございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今日の試合振り返っていきますか。まあ、まずしっかり3対0で勝って、まあセット数は関係ないですけど、準決勝進出をまずは準決勝にたどり着いたので、まあ、それは良かったなと思います。今日の試合は 3-0 で、はい、勝ったと思うんですけども、どういうところが、勝因につながったんでしょうか。いや、今日に関しては、まあ、僕はあんまりパフォーマンス高くなかったですけど、他の選手が非常に良かったので、まあ、中盤まで、相手にリードされる展開で最後後半抜け出すっていう展開だったので、まあ、非常に、まあ、いい試合だったなと思います。ご自身のプレーについては、まあ、あんまり全体的に良くなかったので、ペルージャ戦では、切り替えて、戦っていきたいと思います。第3セット、あの23-21の場面で、まあ、一度同カウントになってからの試合に、はい、まあ、ショットサーブでペースを取られた場面があったんですけども、はい、あそこから、まあ、その後、石川選手の、はい、ハイポーリー2回で勝利、はい、決めたんですけど、あのあたりの時はどういう心境で、スポーターに立ったんですか。もうすぐに切り替えてっていう感じで立ってました。では、次、いよいよ準決勝で、はい、ペルージャ、まあ、去年準々決勝だったら相手だと思いますけど、はい、どうですか。まあ、コッパイタリアで負けてますし、非常に力持ってるチームなので、まあ、まずはしっかり休んで、ペルジャで勝って、決勝進むために、まずはコンディションを整えていきたいと思います。ありがとうございました。